今日は何にする？どれがいい？お兄ちゃん、昼間のことだけど、休み時間何のこと？違う。ただお兄ちゃんが。あの夏と同じ。うん、やっぱり何でもなかった。こんばんは。お兄さんも。こんばんは。買い物ですか？ええ、夕食の。僕は本屋からの帰りです。欲しかったのが見つかったので、ついその買いすぎです。木下くん、変だとは思わないでしょ？は？え？兄弟で腕を組むくらいのこと、当たり前だと思わない？ああ、ええ。別に、変ではないですよね。本当に。それじゃ行きましょうか。木下くん、バイバイ。あ、はい。千尋もそんなこと言ってたけど。特には私、そういうことに興味ないから。だから全然気がつかなかった。そんな視点持ってないから。だって私にはお兄ちゃんがいるから。どうかした？
お兄ちゃん。そう。さ、ほら、歩いて歩いて。いただきます。お墓参りに行くたびに思ったんだけど、夏美ちゃん、そのまま成長できたらどんな人になったんでしょうね。どうして？どうって言われても困るけど。そうね、人の死が残った人に与える影響ってきっととてつもなく大きいんだわ。お邪魔します。外から部屋の中に入ると暑いね。冷たいのは水しかないですけど、それでもいいですか？あ、ううん、すぐ行くからいいよ。お墓参りのことなんだけど。偶然だね。それで今年も一緒に行ってもらっちゃっていいかな？はい。じゃあいつも通りに。そうだよ。電話じゃ良くないかなって、こういうことは。まあ京介ももうちょっと大人になればわかるよ。それじゃあね。お兄ちゃん、事故のいきさつとかって聞いてないの？そう。
私、おじさんだけじゃないのかもしれないって思ってるんだけど。通りさんもってこと。妹さんのことになると、通りさん、ちょっと雰囲気が違うみたいだから。お兄ちゃんよりは気を使ってるつもりだけど、髪は女の命って言葉知らない？だってお兄ちゃんの体すごい冷え切ってる。ダメ。お兄ちゃん。お兄ちゃん。